ソチ五輪で初めて採用されたノルディックスキーのジャンプ女子は、2014年2月11日、日本時間12日午前2時30分に行われ、金メダル最有力候補だった高梨沙羅、17、クラレは1回目200メートル、2回目に 98.5 メートルで4位に終わった。優勝は1回目203メートルを飛んだドイツのカリーナ・フォークトが、2回目も 97.5 メートルでまとめ初代女王に輝いた。伊藤由紀、19、土屋ホームは7位、山田優里奈、17、長野、白馬校は30位だった。本番直前に行われた試技では、30選手中100メートル超えは4人。高梨は103メートルで全体のトップだった。好調を維持し期待の高まった1回目、最終ジャンパーで登場した高梨は、追い風の不利な状況の中でも100メートルを飛び、3位につけた。逆転を目指して、2回目のジャンプに挑んだが、またも追い風の中、距離が伸びず 98.5 メートル。今季ワールドハイで13戦中ショート V 大本命だった高梨が、まさかの失速で初代女王の座を逃した。高梨は、五輪は、やっぱりどこか違うなと感じました。自分の納得できるジャンプができなかった、と涙ぐみながら悔しそうに試合を振り返った。